超音軍は、アメリカ合衆国のオスカロライナ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は14,793人であり、2000年の14,526人から1.8%増加した。陸地面積は173平方マイルであり、州内最小である。庁所在地はイーデントン町であり、 同軍で唯一の法人化町でもある。イーデントン町にあるボンドハウス1920年頃、撮影南北戦争の1862年、イーデントンの弁護士、ウィリアム・バッタム・ジュニアが、超音軍とティレル軍から兵士を募って、アルベマール砲兵隊を編成した。地元の軍庁舎や教会から寄贈された聖堂の金を、見直して大砲が製造された後この部隊は、 イーデントンベル砲兵隊と解明された。その大砲には、コロンビア、セントポール、ファニールーラック、イーデントンと名前を付けた。このうち2門は長い間亡くなったと思われていたが、近年にイーデントンに戻された。セントポールとイーデントンがイーデントン町の水際にある公園に展示されている。軍明は以前にこの地域に住んでいた。 超ノック属ディアンから取られた。超ン軍には、信仰に深く根ざした町がある。町の境界のいくつかを可視する。超ン軍は、地域自治体の組織である、アルベマール自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は233平方マイルであり、このうち陸地173平方マイル。 水域は61平方マイルで、水域率は26.00%である。セントポールズエピスコパル教会以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。超音群の自治体と軍区。ありがとうございます。